いたします。あがいてみろ、なぎ払う。うわっ、レッツ、もう終わりだ。なかなか強くなったみたいだな。こんなところで何してるんですか。仕事を持ってきた。丁重にお断りします。いいのか。このままだと秋葉原が大変なことになるぞ。どういうことでしょうか。正体不明の敵が現れた。だからさっさと倒してこい。正体不明だと。そいつはどこにいるんだ。この秋葉原のどこかにいる。きっと誰かに乗り移っているだろうな。すごく話しかければきっとその正体を表すだろう。じゃあ、あとはよろしく。どうするんだ、立花。嫌な予感しかしないけど。だからって放っておけないわね。朝日、探してみましょう。上書きに気をつけろっち。オープン記念イベント、ドリンク1杯222円だにゃん。イベントの予感値。オープン記念イベント、オープン記念イベント、ドリンク1杯222円。オープン記念イベント。一体ミケミ何の用にゃ。いや、用ってわけじゃないんだけど。にゃにゃにゃ。よく気づいたな、ミケ。待って、様子がおかしいわ。だがまだ知らぬだろう、この世界に残された名もなき妄想も。あ、おい待って、アサヒ。もしかしたら彼女がシャレ子さんの言ってた、この秋葉原のどこかにいる。きっと誰かに乗り移っているだろうな。しつこく話しかければきっとその正体を表すだろう。それじゃあ、あいつが正体不明の敵ってことか。その可能性はあるんじゃないかな。だったら彼女を探しましょう。正体不明の敵にたどり着けるかもしれないわ。見たことない扉ね。これも妄想宮の入り口なのかしら。ああ、名もなき妄想だろう。誰もこの扉に気づいちゃいない。それじゃあ、ミケはこの中に。追いかけましょう。だが、あまりにも正体不明だ。もし行くというのなら相応の準備をしておくんだ。オイラは留守番でいいっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。
ここは一体？名もなき妄想宮。名前の通り、随分とシンプルじゃねえか。個性が感じられないわ。この奥には何が待っているの？扉を進むっち。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。いや、まだこれだけ。アーサフ、それじゃ危険っち。まだそれで攻めるっち。お前は一体誰なんだ？私は自分を知りたい。一体私は誰なんだろうか。私たちが知ってるわけないじゃない。だとすれば答えはこの奥にあるんだろうか。ねえ、だったらミケちゃんの体を返して。彼女は無関係なのよね。いいだろう。彼女は器に過ぎない。大丈夫か？どうして私はここにいるにゃん？私が説明するわ。っていうか、どういうこと？全く意味わかんないんだけど。いや、その言葉をお前に返すよ。あ？何が？なんで私に返されなきゃなんないの？ミケさんの言葉遣いが…なんだそのことか。にゃん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 、疲れるんだよね。だってここは誰にもわかんないんでしょ。それならキャラ作りする必要ないよね。時給いいから始めてみたけど、キャラ作り面倒になってきてたんだよね。プロ意識引く。君たち客じゃないじゃん。だったらサービスする必要ないしね。っていうことで、ここで起きたことは内緒にしててね。オイラは口が軽いっち。何このブサカは。
ひどい血。ピン君に違和感ってことは、乗っ取られた影響で妄想が分かるようになったのね。もう困ったな。そういうの信じないタイプなんだけど。だったらオイラたちと一緒に行くっち。あ、なんでよ。メイドさんなら大歓迎っち。ごめん無理。だって給料発生しないんでしょ。これが何か分かるっち。ボイスレコーダー全部録音したっち。ミケの本性バレずっち。ちょっと消しなさいよ。消して欲しかったらピン君様ご一行についてくるっち。ついてくって何するのよ。みんなを応援するっち。みんなのサポートをする簡単なお仕事っち。取引ってことね。応援はメイド精神が大切っち。だからちゃんとニャンをつけるっち。どうしてよ。バラされてもいいっち。それはだったらピン君様ご一行に加わるっち。なあ、もうわかったわかったわよ。そうじゃないっち。わかったにゃんっち。わかったにゃ。これでいいかにゃ。よろしいっち。へ、これでいいのか。ごめん朝日、私がピン君の育て方を間違えたわ。だけど一人にしておくより僕たちと一緒にいた方が安心なんじゃないかな。ま、それもそうだな。それじゃあよろしくなミケ。仕方ないにゃ。とりあえず応援してやるにゃ。で、肝心の正体不明の敵は奥へと進んでいったみたいだが。追いかけて八つ咲きよ。そう焦んなって。一度表に戻ってからでも遅くはねえよ。扉を進むっち。気をつけて進めっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。